でっかいものが何か望遠鏡になります。それでは早速使いたいと思います。まずはじめにですね、闇が今閉じてしまっているので、まあこの状態だと星見えませんので、闇をつけたいと思います。上の方ご注目ください。それでは、スイッチを上げてください。はい、スイッチオープンします。屋根が左右に分かれてですね、隙間が空いてきました。その隙間から見えているのが空です。ちなみに鏡張りではありません。筒抜けとなっております。1列になってください。全員入れませんので、そこにたまらないようにしてください。申し訳ありません。1列にちゃんと並んでください。列を崩されるとご案内できなくなります。1列にちゃんと並んでください。全員入れませんのでご了承ください。1列に並んでいただかないと後ろからの方が列並べなくなってしまいます。ちゃんと並んでください。並べなかった方は申し訳ございません。列の一番後ろに回ってください。はい、今ですね、屋根開き終わりました。今度はですね、望遠鏡の方も準備しないといけません。望遠鏡にはですね、鏡が入っているんですね。この鏡が汚れたり傷ついたら大変なので、ちゃんと使わないときにはカバーしています。そのカバーを開けたいと思います。それではミラーカバー開けてください。はい、オープンします。起き上がってくるのがカバーになります。ミラーカバですね、準備の方終わりましたので、あとはナイト望遠鏡をですね、教え向けるだけとなりました。ここからが注意です。ナイト望遠鏡の周りに赤いテープが貼ってありますよね。このテープを越えて中には入らないようにしてください。こんな風に身を乗り出すのもダメです。よろしいですね。大変危険ですのでよろしくお願いいたします。それでは、ナイト望遠鏡を最初の星に向けてください。それでは北西に向けます。はい、雲が多いのでもし見えなかったらまた言ってください。わかりました。それではですね、部屋の中の明かり、消させていただきます。暗くなりますので皆様ご注意ください。とは言ってもまだ空明るいんでね、実は意外と見えるということなんですね。